アップデートされましてね。能力データを引き継いでしまうと、なんかね、クリアされるらしいんですね。なんか、その劣化した分だとか、成長した分だとか、クリアされるらしいんで、ここはね、能力データは受け継がずにこのまま行きましょう。さあ、弱小球団、何年シーズンだ？ 2024 年シーズン。おそらくね、このシーズンはね、相当ね、細かくやってた気がする。気がするっていうかね、やってます。なんで、今回もちょっと細かくやっていきましょう。そうね、作戦としてはこの村西、梅田、江尻のこの3人で勝ち星を、2つぐらい計算できればいいかなというような計算をしている。そんな中で他にも先発陣がいたらいいのになという、そういったこともね、やっぱそういう贅沢病もね、発症してるわけですよ。そうね、そろそろ米村とかあげてもいいかな。ちょっと錦織は1回あれだね、幽閉しよう。2軍に2軍に幽閉しよう。1回ちょ、このままじゃダメだ。彼のためにもならない。湯気さんもそろそろにあげなきゃね。さあ、ほんじゃ、横浜戦いきますか。日程表見たら？横浜3連戦。ロケッツ3連戦か。まあ、作戦としては横浜に勝たなきゃいけない。横浜、スワローズ、カープ、中日ぐらいか。この4球団と勝負をしていく。つまり上の3球団を捨てるといった、そういった作戦でいきましょう。そういった作戦でいきましょうっていうか、そういった作戦で行っておりました。さあ、その作戦が今回も揺らぐのか、はたまたそれで押し通すのか。さあ、どうなのか、どうなのか。ティモンさんはモテるのか、モテないのか、彼女とかいるのか、いないのか、そこら辺も気になるところでありますが、そこはね、やっぱ秘密ですよ。そこは秘密よ。だから、彼女がいるだとか、いないとか、やっぱそういうとこはミステリアスな方がいいでしょ。ね、やっぱりこうやって何でもかんでもさ、こう、言っちゃうのはやっぱりこう、物寂しいじゃない。ねえ、だからそうやってこう、全部をさらけ出さない。これがね、やっぱりこう、人気者の秘訣。人気者の秘訣ですよ。人気者であることは特にはないけど、人気者であるという事実は特にはないけども。さあ、横浜3連戦ね、この3連戦で2勝できて、ロケッツで3敗すれば、まあ、勝ち星の計算上はまあいけると。いけはしないね。理想は6連勝。理想は。ただそんなうまくいかないもんさ。さあ、1点取った。お、いいね、いいね。ただ追いつかれるのがね、やっぱうちなんだよね。ガンガン追いつかれるからね。いや、序盤1、2点取ったところじゃね、まあ、全然。さあ、遠藤さん100勝。早いな。9年ぐらいで100勝してんでしょ？すごいね。9年ぐらいで100勝って、毎年10勝以上やってんだ。こら、参った。まあ、とりあえず1戦目はね、仕方ない。で、この後よ。この後に、梅田とかをぶつけれればいいのかなと思っております。そう、ここでね、点を取りに行きたい。ズバリ点を取るとこはここだよ。こういうところで点を取らなきゃ。ファーストの白木がちょっと調子悪いな。そうね、じゃあ、オキを下げて、やっぱ服部かな、ニンニンかな、ここは。頼れる人間が他にいないからな。まだ黒江とか一本もホームラン打てないからな。この能力値で一本もホームラン打てないっていうのも珍しいけどね。これだったら俺、シーズン55本いけるね。間違いなくいけるよ。あ、丸さんがここか。こうかな。ちょ、船山向こう山で固定しよう。固定しなきゃ。後で固定しよう。さあ、ここはね、勝ちたいんですよ。ここはズバリ勝ちよね。ここで一勝。ここで一勝取らなきゃ、シーズンはとんでもないぐらい、下の順位になるんじゃないかなと。ああ、最近ね、顎がね、痛い痛いって言ったんですけどね、まあ、痛いっちゃ痛いんですけどね、ちょっとずつね、悪い方でね、固定されちゃって、ちょっと治ってきたのかなと、そういったことも感じております。病院行かなきゃな。さあ、勝てるかな？伊能さんだぜ。おっと？おっと？おっと、これは完封だい。まあ、完封されちゃしょうがないよね。完封されちゃしょうがない。完封されちゃしょうがねえよ。点が入んねえんだもん。それは勝てないさ。さあ、3戦目。せめてここで1勝はしておきたいな。村西ちょっと厳しいな。沢口で行くしかないか。沢口もちょっと不安なんだけどね。沢口、乱調癖あるから。まあ、これで行くしかないな。あ、その船山を固定しなきゃだった。忘れてた、忘れてた。稲城を下げよう。こうだな。
まあこうだね。ちょっと黒井さん下がろうか一回。ニンニンがね、意外といい活躍してんだよね。コンスタントに使ってるんだけど、ちょいちょい使ってんだけどね、なんだかんだヒットをそこそこ打ってるのか、3割がキープしますね。意外といいバッターだね。ただうちセカンドが微妙に有り余ってるんだよね。さあ1点取った。お、同点。沢口が意外と抑えてる。沢口が抑えてる。おおお、よかったよかった。沢口で勝ちっていうのはちょっと意外だったけど、渡辺が勝ったんだね。なるほど。でも沢口も抑えてたでしょ。あ、ニンニンすげえな、やっぱり打ってんな微妙に。で、代打の稲毛がね、やっぱ打つね。代打で稲毛、代走で土井、守備で田代か。なるほど。所さんもタイムリー。あ、いいね。池谷が3安打すごいね。沢口も5回2失点。ああ、もう全然じゃない。いいじゃないいいじゃない。5回2失点なんてバンバン剤よ。計算できてるよ。初回先頭打者ホームラン、やったね。誰だっけ先頭打者、忘れちゃった。さあ船山さんを1回固定するか、交流戦前に。そうだね、そうしなきゃ。あ、大柳がね、大柳が下にいるんだ。そういや、すっかり忘れた。こうだな、ユサじゃなくてもうニンニンをセカンドで2番で起用しちゃうか。ちょっと守備が不安なんだけど、まあ打撃でね、打撃でどうにか取り返してる感じあるから、とりあえずこれで。そうね、あと所さんもね、ちょっと実は意外と率残してないけど、意外と打ってはいるんだよな、大事なところで。そう考えると守備に置きたいんだけどな、どっか。守備じゃない。あ、守備つけたいんだけどね、どっか。やっぱりどうもつかないね。で、左になった時に丸さんがダメになるから、左の時は、所を上げよう。うん。1番誰に置くかだな。もう1番所でいいのかな。1番所でいっか。対左 B。こういう1番好きよ、俺。丸さんはちょっと下がんなきゃね。誰あげようかな。稲毛でいくか。これでいこう。よし。とりあえずこれで頑張りますか。なんか誰もあれかい？何も覚える気がないかい？そうかい、誰も何も覚える気がしないかい？いいんだよ、何か覚えても。てか野手が全然あれか。野手の練習器具買ってないから、伸びねえか？野手が。野手の練習器具買わなきゃな。そろそろこの伸び盛りの男たちにいい練習器具を与えなきゃな。ちょっと向山さんぐらいにはいい練習器具を与えたいもんだったけど。買うか、買えねえか。4000じゃ買えねえな。さあロケッツ3連戦はちょっと飛ばすか。それより大事なのはね、実は交流戦なんじゃないかなと思ってるわけですよ。交流戦って大事だよね。中松がノリノリになった。ノリノリか。ノリノリはね、でかい。ノリノリはマジででかいと思う。ノリノリってすげえ打つんだよね。いや、そんな打つってくらい打つんだよね。信じられないぐらい打つから。なんか、いろいろ下がってるか？飯島さん、なんで下げた？このタイミングで飯島下げられるとちょっと辛いもんがあるな。まあ、いっか。ちょっとしばらくこれで戦っていこう。じゃあ交流戦始まるんで、ペナントショップで何か買いますか。向こう山買おう。グッズでそろそろお金をちょ増やさなきゃ。ちょ増やさなきゃ。なるみさんパワー F と。もう劣化が止まらんな。さあ、頑張ろう、交流戦。向こう山さんがね、やっぱなんだかんだ3割近く残してからね。お、ファンがちょうど12万人と。全国でちょうど12万人。果たしてそんなことあるのだろうか。さあ、初戦だからね、梅田で計算していきたいな。村西は3勝2敗か。防御率の割には頑張ってるよね。仲間使うか、ここで。このノリノリがどう生きるか分からんけど、もしかしたらバカみたいに打つかもしれない。これでいこう。やっぱノリノリのやつってすげえ打つからね。4割ぐらい残すからね。これで覚醒したら、キャッチャーを覚えさせるか。頑張って。点入れて。お、入ってる入ってる。あっと。追いつかれたよ。あ、いいよ。あ、追いつかれたよ。あ、最終回にとんでもないよ。最終回とんでもないよ。最終回どうした？
すげえいい勝負だったのに。安野がノリノリになった。そうか。おっと、竹内、片津。そうか、そうか。竹内もベイスターズから移籍してきてね。ねえ、移籍してきて。久保田と同期入団でね。大したもんだよ、本当に。大したもんだよって。何が大したもんだか分かんないけど。大したもんだよ、本当。あんたが大将だよ。あ、でもここで奥平上げてもいいか。ここで奥平復活登板させるか。そうだな、ここで奥平を復活させよう。で、あとは安野か。ノリノリはいいね。ノリノリの安野はいいね。キャッチャーがこんないらんな。ここかな。安野をあげよう。で、ただ安野をどこで使うかだな。サードか。サードで使うか。クロエを下げよう。そうだね。しばらくちょっとノリノリくんを、ノリノリ2人を5、6に置いてみよう。意外といい化学反応が起きるかもしれない。化学反応というか、単純に打つかもしれない。さあ、そんなことより向山さん。そんなことより向山さん、あんたが打ってくんなきゃ困るんだよ。頼むぜ、向山さん。ああ、こんな時に黒江が絶好調。しかし黒江は使えない。黒江も新人王を取った時ぐらい輝いてくれればな。全然今輝いてないからな。ニビ色だよ、ニビ色。ニビ色になってるよ。ああ、1点入ったけど。おーっと、点は取れてる、点は取れてる。さあ、しかし追いつかれやする。非常に追いつかれやすい。ああ。ピッチャーだな。こういう時にこう、奥平か、しかも奥平か。復活登板。こういうところでやっぱ1点取って、お、向こう島宮だ。割と俺はこの楽天じゃない。ホークス3連戦で勝てると踏んでたからさ。ちょっとな、ちょっともうちょっと頑張ってくれると思ったんだけどな。これで行ってみるか。いや、最近ね、スーパーにね、行くんですけどね。やっぱもう秋なもんでね、やっぱりもう秋セールですよ。ハロウィンセールですよ、本当にもう。スイカなんか売っちゃいね。スイカ買ってもまずいし。本当残念だ。さあ、江尻さん、6敗。今季初勝利を目指して。さあ、先制点。おっと、点は取ってん。取ってんだけど、取られまくってんだよな。取られまくってんだよ。よし!やったね。お、しかも安野か。雪王。幸男と茂雄。安野は幸男、長松は茂雄。そういった覚え方をしております。さあ、白木が3号。よし、中尾ノリノリ。中尾はダメだ。中尾は使っちゃいけない。さあ、幸男と茂雄が。おー、江尻さん、まだ勝ちにも恵まれない江尻さん。バファローズ戦か。そうね、バファローズ戦だから、まあ沢口でいくかな。安楽でいくかい。なんだかんだうちで一番能力が高いのは安楽なんだけど、一番信用ならないのも安楽なんだよな。そのこのね、同級生コンビ、同じ高校の同級生コンビをちょっとここは使いたいね。粋だねって思わせたい。監督粋だねって、小山は粋だねって思わせたいもん。安野と茂雄に挟まれた田代は名前なんていうの。翔太郎。よし、いいだろう。何に納得するでもないけど、いいだろう。さあ、幸男と茂雄が活躍してくれれば長崎もね、すごいよ。できればそこに黒江もいたらいいんだけどね。やっぱ長崎出身者っていうのがね、やっぱりこうチームの原動力になってほしい。あの強かったファルコンズを取り戻すぞって、そういった心意気を持ったね、長崎県民がいるわけですよね。どうだい、完封かい。おわ。もう見たくないね、こういうのはね。あんまり見たくない。さあ、安楽さん、やっぱり信用ならなかったな。素材は半端ないんだけどね。素材は半端ない。うちで一番素材は半端ない。半端ねえ。江尻復活。さあ、なかなか、勝ち星に恵まれませんな。そんなことより向山さん活躍してくんなきゃお金減るんだけど。向山さんはそのあたりをどう考えてるの。向山さん特に考えてないでしょ、何も。
めっちゃ考えて、めっちゃ考えて、打率下がってめっちゃ考えて、本当に。本当にめっちゃ考えて。めっちゃ考えてくんなきゃ嫌になっちゃう。沢口行こうか。なんだかんだ今年一番活躍してる男、沢口。一番先発登板が多い男、沢口。キャリアハイで5勝を挙げた沢口。スライダーが得意なんだけど、コントロールが悪すぎて、全然ストライクゾーンに入んない沢口。時折乱調する沢口。向こうピッチャー山田久志。果たして勝てるのだろうか、沢口。いやー、まあ抑えられるね。いや、なんだかんだパリーグ強いんだよな。なんだかんだパリーグにも 4,5 人 OB 入れてくから強いんだよ、それは。そりゃ強いよ。沢口がスランプになった。大丈夫か、沢口。沢口大丈夫だろうか。スランプになってる。本当にスランプなのだろうか。サボりたいがための言い訳じゃないだろうか。どうしようかな。中戦できるってこと考えたら、これルーシー使ってもいいな。中戦のルーシー使うか。錦織さん使ってもいいんだけど、錦織さん不安なんだよな。スタミナはあるけどな、抑えれる気がしないんだよな、錦織さんで。奥平ボコボコに耐えてるね。ヤクアも一回下がるかい。中崎を一回上げるか。ここでベテラン中崎。あとはまあ大室さんはないてくれないと困るからな。そうね、まあんな感じかな。さあ3戦目です。そろそろ幸男と茂雄は覚醒してくれてもいいんだけどね。全く覚醒の兆しはなく。沖あげるか。沖もなんとか全然打たないしね。なんでこんな沖打たねえんだろうな。そこそこいい能力値なんだけどね、沖。俺好みの。怪我しにくい。鳥谷だね。また鳥谷って言うけど鳥谷だね。怪我しにくい。守備うまい。打撃と走力が一緒ぐらい。さあ、先取られるね。さあ、向こう星の王子様か。お、あった、やったやった。船山さんやっぱいいね。パワーが強いからね、一発がある。どうしようし、大室が2勝目。やったね。いや、いいね。船山さんグッズなんか作ってもね、バチは当たんない気がするよね。ライオンズと、あー、どうしようか。どこ行ってもだな。結局どこと戦ってもなんだよな。じゃあここで船山さん買っちゃおうか。船山を作ろう。船山を作ろう。お、ああ、船山か。ああ。なんで活躍してくんないかな。こういう時に活躍してくんないと、うちとしてもね、もう財政厳しいよ。厳しいっていうかもう、財政ないんだよ、うちは。財政がないって聞いたことあるよ。財政がないんだよ、うちはもう。こういうところでやっぱりこう、バン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 ね、活躍してくんないと、やっぱりこう、うちとしてもやっぱりこう、今後君たちのグッズを作ろうという気にはならないよ。頼むよ、本当にもう。そんな頼まれてもって思うかもしれないけど、そう、頼まなきゃね、頼まなきゃうちも、だって、勝てないですから。頼まなきゃうちも勝てない。うちも勝てないというか、うちも、お金がなくなる、選手が育たなくなる、グッズが作れなくなるっていう悪循環にもう今陥ってるわけだ。そこをね、やっぱりこう一人ぐらいが打破してくれたらね、ありがたいんだよ。さあ、三谷スパイダース。強い。もうなんか王者の風格が、王者の風格がすごい。さあ、菊池、向こうもハゲがいたか。さあ、1点。お、2点。これ誰かホームランだな、これ。お、いいね。よし。いやー、気持ちよかったね。長松。お、茂雄が3安打。覚醒しろ、ここで。茂雄覚醒しろ。ここで覚醒しろ、茂雄。茂雄、ここで覚醒だ。しねえか。茂雄覚醒しねえか。そうか。茂雄、ここで覚醒してくれたらよかったのに。さあ、今日の先発は梅ちゃん。茂雄覚醒しろ、ここで。偶然だぞ、茂雄。
さあ、クロエもミート D になったけど、まだまだ安野使いたいな。安野がまだまだ頑張ってくれそうな気がするんだよな。おし、これでいこう。シゲオ今ので覚醒してくれたらな、よかったんだけども、オール A とかなってくれたらよかったんだけどな、シゲオ。オール A になりました。てってれてー。何の面白みもないよね。ゲームとしてクソゲーだよね。急にオール A になるって。さあ、向こうのスパイダース。久し。なるほど。波のピッチャーといった感じか。ここは勝ちたいな。2連勝としゃれ込みたいね。おし、2連勝。しげお、しげお、覚醒しろ、しげお。もうそろそろ覚醒したまえ、しげおくん。しげお、覚醒しろ、しげお。覚醒しろ、しげお。ああ、怪我してるのが向こう山。しげお、覚醒だ、しげお。うん。まさか2日連続ヒーローになって、しげおが覚醒しないなんて。シゲオ困ったちゃんだな、本当に。ここで、長松を DH で使うか。ちょっとノリノリだからな、シゲオが。いかんせんシゲオがノリノリだから、ちょっとシゲオを使いたい。もうなんならもう、2番とかで使っていいんじゃない、シゲオ。ね。ユサも使おう。そうだね、これでいこう。さあ、ピッチャーはエジリンか。エジリンでいけるか。ね、奥平君。いけるかな？奥平はなおさらいけない気がするな。じゃあ、エジリンでいこう。さあ、シゲオがね、2日連続ヒーローになってるから。もう本拠地長崎で、長崎出身のシゲオがお立ち台立つなんてもう、号外出るよ、多分。多分今頃、あれだよ。FM 長崎がもうファルコンズ特集組んでるよ。FM ラジオショッピング。神戸君は、初登板か。ここは3連勝といきたいもんですな。おいうわうわ本拠地3連勝しゃあ、しげおそしてしげおしげおそしてしげお本拠地3連勝、そしてエジリン初勝利。これはしげお来たろ。しげお来ねえな。シゲオ全く来ねえな。いや、本拠地3連勝でかいよ。ちょっとここはもうぜひともね、流れに乗って本拠地4連勝できたいな。いや、シゲオ来るね。ちょっと安野一回下げようかな。いや、ちょっとノリノリだからな。使わざるを得ないな。向こう山さん下げるっていう手もあるんだけどね。それはちょっと怖いんだよな。稲毛が絶好調か。ところを下げて稲毛を使うか。うん。ニンニンもちょっと下げようか。ユサ行こうか。ここで岡山が意外と頑張ってるな。とりあえずこれで行くか。シゲオ2番。2番シゲオ。あー、ピッチャー漆原で行くか。行けるか。米村で行くか。さあ、本拠地4連勝行きたいな。さあ、本拠地3連戦。シゲオくんが当たりまくってる。さあ、今日もシゲオが活躍できるか。そこがやっぱキーパーソンだね。頼むぜ。お、いいね、先制点。あっと、しかし、だらだらと失点している。ああ。本拠地4連勝とはいかなかったか。惜しい惜しい。非常に惜しい。ここで茂雄が覚醒したか。謎の茂雄が覚醒。いいだろう、茂雄。茂雄、どうなった？どうなった、茂雄。おー、いいね、茂雄ね。これはいいシゲオだよ。いいシゲオ。悪いシゲオといいシゲオってあるけど、いいシゲオだね、これは。いやー、シゲオが覚醒した。あとはもう雪をお前だけだ。シゲオいいね。ちょ、シゲオにキャッチャーを覚えさせたいな。なんで久永に覚えさせるんだろうな、俺。シゲオにキャッチャーを覚えさせたい。ちょっと一旦久永さん、下がろう。ここはシゲオ、あ、でもシゲオキャッチャーいいなんだよね、今ね。これ考えたら、あれか。あ、キャッチャー、あ、失敗した。完全に失敗したね。まあまあ仕方ない。失敗ってよくある。どうしようかな。
正直池谷のねキャッチャーAすげえでかいんだよね。ただそれよりか重雄のこの打撃っていうのがねでかい気がするんだよ。まあ、重雄完全に早熟だけど、重雄どうしようかな。キャッチャーじゃなくてちょっとミート系は、ちょっと打撃を上げるか。そうだな、ちょっと重雄は打撃を上げよう。さああとは雪お前の覚醒だ。重雄覚醒したぜ。いや重雄すげえな、4割近いな。ここでね雪雄が覚醒したらねでかいんだけどね。雪雄覚醒するかしら。ここでいやここでの雪雄の覚醒も待たれるねやっぱりね。重雄の覚醒がやっぱ嬉しかったな、地元長崎の人間として。さああと雪雄だね、あとは雪雄だよ。覚醒頼むぜ雪雄。おし3点、おしよしよしよし。さあこの5戦で沖が3なんだ、やったやった。さあこの5戦で4勝と、なかなかねこの交流戦入ってからうち強いよ、今強い、うちが強い。よし向山怪我しない、向山無敵だから怪我しないから。さあここ本拠地6連戦、さあここでもう1勝できればね。さあ4割超えてきた、ついにここでもう1勝できればね、でかいんだけども、いけるかな。ここでもう1勝、ピッチャーはもうあれか、漆原しかいないか。じゃあルーシーで頼もう。いやーこの6戦で5勝できたらね嬉しいんだけど、絶好調ファルコンズいけっかな。絶好調ファルコンズだよ。さあ先制はされた、あ逆転で、おっ同点、おっとあと1点、あと1点、あと1点がいけなかったな。まあまあでも6戦で4勝だから、奥平がまた負けた。大丈夫だろうか奥平。おしおしおし、結構ねいい試合が起きました。それではまた次回いきますか。それではまた次回、さよなら。